こんにちは、ゲーミングお母さんチャミです。今日私東京に来ています。今日は10月の26日なんですが、今日から後藤家先生の原画展が六本木で始まります。東京に来たのももちろんこの原画展を見に行こうと思ってやってまいりました。例のごとくぼっちです。原画展を当たった時点でめっちゃ嬉しくてツイートしよう思ったんですけれども、私が当たったということは外れたっていう方もいらっしゃるでしょうし、私もすぐにツイートしよう思いましたけれども、やっぱり落選された方はかなりショックだなと思われたので、私もツイート控えました。ですが、まあ今日は当日なので、まあ、行かせていただきますということをご報告させていただきます。皆さんの分もしっかりとレポートしていこうと思っておりますので、お楽しみください。先ほど私は行ってきて帰ってきました。まずはその VTR をどうぞ。行ってきたいと思います。見て、大荷物なると思うから手提げとリュックサックよ。気合めっちゃ入ってます。行ってきます。電車を乗り継いで原画展が開催されていらっしゃいます六本木にやってきました。駅を降りたらすぐにこのような感じになっておりまして、めっちゃテンション勝ち上がりでした。鬼滅の刃が好きな方はもちろんのこと、一般の方も鬼滅や鬼滅やと言ってお写真撮られてました。そしてこちらが森ビルです。こちらで原画展が開催されているんですが、もちろんこちらの方にもポスターたくさん貼られておりました。いやー、期待感高まります。原画展は基本的にはお写真撮影や動画撮影ダメなんですが、いくつかフォトスポットがありまして、そちらではお写真撮影のみになりますが可能でございました。私も嬉しくなってたくさんお写真撮らせていただきました。ちなみにこちらは入ってすぐのお部屋になります。いやー、もうね、この展示物がちらっと見えた時に胸がドキドキっと高鳴りました。こちらもフォトスポットでした。これ何や思います？まあ、言わんでも分かりますよね。無限城なんです。無限城を再現されていらっしゃるんですけれども、鏡を使って再現されていらっしゃいまして、ほんまに無限城になっていました。まあでもね、何よりもすごかったのがやっぱりあれかな、泣き目ちゃんのあの琵琶の音ずっと鳴ってたんですよ。原画展の会場中にもう鳴り響いてまして、その音を聞くたびにゾク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 してました。あれあれ、知らんうちに無限城に迷い込んでしまった、うわ無惨様に殺されてまうわみたいなね、錯覚を覚えてしまいました。いや、すごい再現度でした。いやー、楽しかったな原画展。私ね、何を隠そう2時間ぐらい見てました。1時間ぐらいで回るかなって勝手にね予想してたんですけれども、気がついたら2時間ぐらい回ってましたね。プラスお土産見て、で今これね、カフェの方に遊びに来らせてもらっているんですけれども、カフェを回って、で会場出たらもう夕方なってました。いや嘘やん、私1時からの会やったのにもう夕方。うわ、ほんまに時間を忘れて楽しんでしまうってこのことやなと思いました。ではではカフェの方をご案内していきましょう。だいたいね、待ち時間は30分から40分ぐらいでしたね。でお席に着かせていただいたら、私は伊之助のテーブルでした。このようにね、個々のテーブルがラッピングされてます。はい、でオーダーしたドリンクなんですが、私は今回善逸をオーダーしました。これね、すごい悩んだんですけれども、もう原画展行く前から決めていました。今回善逸飲もうという感じで、たくさんレモンが入っていて爽快感あふれていて、原画展で疲れた喉を癒してくれました。ありがとう善逸。お料理の上にはこのようなキャラプレートが一つ一つついています。ちょっとかわいそうやな思ったんですけれども、いやそこは残す方が悪いでしょうということで美味しくいただきました。はい、でこちらがねお料理の方なんですが、炭治郎のスパゲッティ頼みました。会場中目凝らして見てたんですけれども、みんなこればっかり頼んでました。ほとんどこれ、一番人気間違いないですね。お料理は本当に見事に呼吸を表現されていらっしゃいました。この上にもね、もちろん炭治郎が乗っております。今回もね、ち
とかわいそうやなと思ったんですけれどもね、やっぱ残すの悪いでしょうということで美味しくいただきました。美味しかったよ炭治郎、ありがとう。スパゲッティのお味はですね、結構酸味が強くて美味しかったですね。お子様味というよりはどっちかといえば大人味って感じでしたでしょうか。チーズの香りもよく効いていて、ワインが飲みたいなと思いながら食べておりました。辛味は私はそんなに感じませんでした。で、赤いウインナーたくさん入っているので、もしかしたらお子さんも喜ばれるかもしれませんね。はい、そしてこちらがね、デザートも頼んだんですけれども、デザート悩みましたが、ねずこちゃんのフレンチトーストにしました。こうやってね、ひょっこりねずこちゃんがね、顔を見せてくれてるんですよ。めっちゃ可愛いでしょ。プレートの柄がねずこちゃんの着物の柄と同じようになっていて、ねずこちゃんの大好きなコンペイトーも一緒にデコレーションされています。木箱からあふれんばかりの生クリームのボリューム見てくださいよ。もうほんま太っ腹でしょ。もうこれでもかっていうぐらい入っておりました。バニラアイスクリームもついていて、これだけでも普通の女の子やったらお腹いっぱいになります。まあ、私みたいな大食いになれば食べれるんですけれども、普通の女子はご注意ください。お腹空かしてから行かれた方がいいと思います。そうそう、このデザートもね、ねずこちゃんのプレートついてました。まあ、今回もね、かわいそうやな思いながらも美味しくいただきました。いやもう鬼滅の世界観たっぷりのお料理お腹いっぱいいただきました。原画展も最高やったし、お土産もいっぱい買ったし、今日は完璧な一日やったな。買ったばかりの白い服にトマトソース飛ばしたこと以外はね。はい、というわけで帰ってきました。ほんまにね、原画展めっちゃ良くて、私最初のところがフォトスポットになってたんで必死で撮ってたんですよ。その時はまだ良かったんですけれども、次の部屋に行ってからもうずっと泣きっぱなしでした。もう最初から最後まで泣きっぱなし、めっちゃ感動しましたね。いやもうあんなね、原画を見せてもらえるなんてほんまに最高でした。うわもう今思い出してもなんか、うわもうなんか涙出てきそうですね。先ほども見ていただいたように、後でカフェ行ったんですけれども、泣きすぎて目をもうなってもて、もうお料理待っている間ずっと目つぶってました。もうずっと目つぶってました。じゃないと目が重くて開けとられへんのんですよ。開けてたらめっちゃしんどくて、もう目つぶってまうみたいな感じで、もう泣きすぎて多分まぶたがめっちゃパンパンに腫れてたんだと思います。もうそれぐらい良かったです。動画はね撮れなかったんですけれども、会場の雰囲気味わっていただけたら嬉しいなと思います。伝わりましたでしょうか。はい、ではですね、グッズをたくさん買ってきたので皆さんに見ていただこうかなと思います。めっちゃ買いましたよ。約4万円分ぐらい買いました。